次のオーストラリア戦は古橋選手の活躍が鍵になると思いますが、本田さんは古橋選手をどう見ていますか？またどう起用するのがいいと思いますか？僕はまずあんま古橋選手の活躍が鍵になるとは別に思っていません。ただすごく誤解のないように言うと、今乗ってますし、乗ってるイメージですし、使わない手はないと思うんで、キーポイントになるかはちょっと分かってないし、そうは思ってはいないんですけど、なり得るっていう可能性はもちろんあるんですし、なり得るっていう視点で言えば全員あるでしょ。だからそのぐらいの認識ですね、はい。でも印象ですけど、足が速いのでやっぱ出し手が重要ですよね。で、出し手と の連携が何よりもし出た時には重要かなと思います。まあスタメンでは使わないじゃないですか。使うんですかね、わかんないですけど。